それではお待たせいたしました。それでは第2のトークセッション、自分の可能性を引き出すゴルフクラブとは、自分を超えるドライバー選びと題しまして、藤本浩一郎様、ヤマハ株式会社、HS 事業部商品開発部商品開発部グループマネージャー柴健一郎様のお二人にお話をいただきます。それでは早速よろしくお願いいたします。皆様、本日は、お仕事の後お集まりいただきありがとうございます。ヤマハの芝でございます。今回ですね、今回 のテーマがですね、自分の可能性を引き出すゴルフクラブとは、自分を超えるドライバー選びというテーマですので、いみじくもですね、我々のヤマハのですね、今年昨年末、発表しました、発売いたしました新商品リミックスがですね、まさにコンセプトがですね、ビルド・ユア・ネクスト、今を超える自分を作り出すことができるというコンセプトの、商品を、発売しているところでございます。でドライバーに関しましてはですね、今を超える、飛びを作り出すことができると、まさにそのコンセプトの、商品を出しておりますので、まず皆様 の、まあ、飛距離と、あと、まあ、ゴルフの進歩に、少しでもお力になれたらなというように思いますので、我々の商品のまず説明 の動画を見ていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。リミックスは進化する。これからはドライバーはもちろん、フェアウェイウッドやユーティリティ、アイアンまでもゴルファーが自由自在に組み合わせることで、リミックスはゴルファーの持つポテンシャルをかつてない次元まで引き出すことが可能になった。ビルドユアネクスト、今を超える自分は作り出すことができる。ゴルファーの多様なニーズに応えるため、リミックスがシリーズになって誕生。まずはリミックスドライバー。シャフト選択やウエイト調整は言うまでもなく、ゴルファーのポテンシャルを最大限に作り出すためヘッドも変える時代へ。今度のリミックスはリヘッド革命だ。新しく3つのヘッドが登場。リミックス01、引き締まったヘッド、朝低重心で強弾道を実現。朝重心445ヘッドでライダー弾道を作れ。リミックス02、安心感のあるヘッド、新低重心でビッグドライブを実現。新重心460ヘッドで粘る強弾道を作れ。リミックスツアーモデル、藤田プロ、谷口プロのこだわりを凝縮。ツアーモデルで初めてリミックスチューニングシステムを搭載した。藤田、谷口もリミックス。プロなので飛ばせ。今の自分にとって最適なヘッドに、最適なシャフトをマッチングさせる。そして最適なウエイトチューニングを行えば、奥底に眠っていたポテンシャルはさらに引き出される。進化したリミックスチューニングシステム、リヘッド、リシャフト、ウエイト調整のトリプルリミックスで、ゴルファーにかつてない飛距離を。ビルドユアディスタンス、今を超える飛びは作り出すことができる。リミックスユーザーを代表して異なる3タイプのヘッドを体感してもらいました。リミックス01、カチャッとするまで回せばいいだけなんで、そんなに難しくない。だいぶ球が強いですね。いやいやいや、あ、結構強いんですけど、捕まってます。いい、はい、深いと動かいてる、はい、アロングローに捕まりもいいし、うん、ね、アゲンスだから負けない感じで、ボールが
強いっていうイメージがあって、まあ、ボールがどうしても上がりやすい人とか飛距離欲しい人はもちろんですけど、ボールもこう捕まりやすいので、やっぱりこうボールもこう前にこう伸びていくような感じで、そういう意味ですごい距離もランも出そうなので、いい感じでした。リリックス02だいぶ安心感ありますね。もうでかい。最適じゃないかなと思うので、キャリー出したい時とかそういうシチュエーションですかね。リリックスツアーモデル、シャフトすぐまた変えれるんで、初めてツアーモデルとしては初めてみたいですよ。ユーザーの人もね、今まではこう全部買わなきゃなかったんですけど、はい、シャフトだけで選べるってことですごいいいなと思います。小ぶりな、小ぶりなヘッドが本格的ですよ、やっぱり。これいい球です。いいところですね。はい、ありがとうございます。なんか、全然いいんだよ。こんな当たり全然出ないんですけど、ほんま。攻めました。攻めたくなるんですね、やっぱり。このグラフを。いやー、ちょっと、距離過信ちゃったから。あのラインは超える。そう。新しくなったリミックスシリーズには、今回さらにフェアウェイウッドとユーティリティが誕生。リミックスのフェアウェイウッドとユーティリティは2014年3月。すみません、3月ですね。ちょうどフェアウェイユーティリティも発売しておりますが、今日はドライバーのところ、まあ、時間もあまりないですから、お話しさせていただきたいなと思います。でですね、今動画で見ていただきましたように、今回ヤマハのリミックスというドライバーですね、ヘッドが3タイプ、このツアーモデルという小さいタイプとですね、01、02と、3つのタイプのヘッドがあります。で、あとシャフトもですね、一般的なカスタムの、まあ、一般的なアフターが使われてますが、グラファイトデザインさんのシャフトと三菱レオンさん、あとマミヤさんのシャフト、あとですね、これヤマハと、藤倉さんで共同で開発しました、まあ、一般の方向けといいますか、あまりパワーのない方向けのシャフトというのもラインナップしています。で、まずちょっとご存知いただいてない方だとは思うんですが、ヤマハのこのリミックスというドライバーはヘッドとシャフトを別々に買っていただくことができるようになっています。これはパーツメーカーさんのでは結構あると思うんですが、クラブメーカーとしてはネジでシャフトが取れるクラブたくさんあるんですが、ヘッドとシャフト別々に買っていただけるというシステムをやってるのはヤマハがだけかなと